こちらの FIT RS6 スピードモデル、こちらのお車に以前よりご利用でしたレカロ SR3 を2週間ほど前に装着をさせていただきましたが、その直後にピレリマットの破断という不運に見舞われましたので、今回は SR7 にお買い替えいただき、その乗せ替え作業の簡単な模様でございます。ガソリンタンクの上に着座するという微妙なシートレイアウトゆえ、一旦装着をさせていただいた後、翌日には再度座面の後方のみの持ち上げを行いました。そのことについてのレビューが Google に届きました。こちらの白い画面がその模様でございます。ということで、同様なお車にお乗りのお客様、ぜひジェットセットにご用命いただければ幸いです。